オーバーシーズナショナルエアウェイズは1950年6月から運行を開始したアメリカ合衆国の航空会社である。1946年にコレナエア、トランスポートとして創業し、1950年からオナに改称した。本社はハブ空港であるジョンカイケネディ国際空港の所在地、ニューヨークにあった。1978年から運行を開始した2代目のオナは、 1986年に倒産する前にナショナル航空へ称号を変更した。1961年にサンディエゴ国際空港で撮影されたダグラス DC-7 オーバーシーズナショナルエアウェイズは1950年6月に旅客と貨物の両方を取り扱うチャーター便の運航会社として設立された。5機のダグラス DC-6 を使用し、 アイドルワイルド空港をハブ空港としていた。主に米軍兵士を東海岸からヨーロッパへ輸送する仕事に従事していた。オーナーはダクラス DC-7 かも機も保有していた。1976年にルブルジェ空港で撮影されたダクラス DC-81975 年に中立飛空港で撮影された ダグラス DC-81964 年から1965年の間に連邦倒産法第11章を申請し、1965年10月から運行を再開した。同時にダグラス DC-8 の使用を開始し、運行もカリブ海やヨーロッパ、インドへと拡大していった。ロッキード L-188C1968 年から11機の ロッキード L-188 貨物機を取得した。また、大西洋横断路線に DC-8 を投入し始めた。その後、L-188 は、マクドネルダグラス DC-9 に置き換えられた。1973年には2機のマクドネルダグラス DC-10 を購入した。規制緩和の行われた1978年に、 オナは会社を生産することを決定し、同年10月に運行を終了した。1983年に撮影された、ダグラス DC-8、オーバーシーズナショナルエアウェイズの称号を次に、使用したのは、1977年7月21日に創業した、ユナイテッドエアキャリーズという会社だった。1980年から旅客と貨物を取り扱う、チャーター会社として、 運行を開始した。1983年に撮影されたボーイング7471982年にニューヨークパリ間の定期便を運行するためパンアメリカン航空からナショナル航空の称号を購入した。チャーター便の運行は行われたが定期便の運行には至らなかった。二代目オナは1985年12月に財政難から運行を停止し、 翌年5月に倒産した、初代オナが保有していた機材は以下の通り、ありがとうございます。